社長はなんでゲームの世界に入ろうと思ったんですか。私はね、はい、あのコンピューターを、うん、がこれから世の中を変えるっていうふうに思ったことが、はい、あの一つあって、で先にコンピューターにまず興味を持つんですね。家にじゃあコンピューターがあったんですか。コンピューターは当時まだパソコンもない時代ですから、はい、私が最初に買ったコンピューターっていうのは電卓なんです。それもプログラムのできる電卓、うん、そんなあるんですか。でそんなのがあって、はいはい、数字しか出ないんですけど、 そうですよね、その数字しか出ない電卓で、はい、なぜかゲームを作って友達と遊んでいたんです。そうしていたら面白がってくれるわけですよ。自分が何かを作ると周りの人が嬉しそうにしてくれたり感心してくれたりするというのが面白くなって、はい、どんどんそれをやるわけです。すると大学に入ったら世の中がインベーダーブームになるんです。これは面白いなと。でじゃあこういうものを作るってどういうことなんだろうって思った頃にちょうどパーソナルコンピューターなるものが出てきて、大学を卒業してそういうコンピューター関係の小さなソフト会社に入ったら、任天堂がこういうファミリーコンピューターっていうものを出したと聞いて、はい、ファミコンと会うわけです。ですからものすごく私時代に恵まれてるんですよね。80年代の初期って、はあ、いろんな会社がテレビゲーム機出していたんですよ。で83年がファミコンなので、うん、はい、で私は1983年は社会人になって2年目で、うん、任天堂の人ではなかったんです。ほう、あの外部にいた小さなソフト開発会社にいて、はい、あ、メーカーやったんですか、はい、それで、はい、そこで任天堂が面白い機械を出すって聞いて、うん、任天堂を訪ねていって、はい、僕はファミコンのプログラムが作れると思うから、うん、ファミコンのプログラムを作らせてくださいって言いに行ったんですよ。作れると思うからと、はい、やったことないのに、はい、急に任天堂に行って、はい、すごいですね。
でも親御さんは嫌がんないですか、ゲームで職業にするって何よそれって。まず私はその最初に入った HAL研究所って会社はとても小さな会社で、はい、私が入った時社員5人だったもんですから、うん、親に猛反対されて、うん、半年ぐらい父親と口を聞かず喧嘩をいたしましたね。普通折れないですか、もう親父が言うならもういいかって。いや、なんか未来は絶対こっちだって妙に思ってたんですよ。自信があったんですか。根拠のない自信があったんです。おうおう、若いって素晴らしい。すごいですね